お豆買うならミッドエストでお願いします、はい、ぜひ、はい、こんにちは、ミッドエスト渡辺です。今日はマメクロボーチプレコレクション第2弾発売日です。すごい、もう一番揃った、ね、一番揃いました。そうなんですよ、過去一です。もうめちゃめちゃこのバッグもね、このコード刺繍のシリーズもバッチリ揃いましたし、まあ、ジャケットも幅広く、これニットスウェットと、ね、ジャケット切れ目ワンピース、スウェットのワンピース、こういうカジュアルなワンピースまで、はいはい、もう全部揃いましたということで、もうちょっとたくさんあるんで、もう今日も全部着ていくので早速ご紹介していきたいと思います。はい、はい、ではこちら、まず私が着ているこちらからご紹介していきたいと思います。こちらのスウェットの、トップスとスカートのこのセットアップですね。やばくない？めちゃくちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いですね。やばいよね、これ。で、こちら、トップスが、49,500円。はい、税込みで、サイズ2を着てます。サイズ2。はい。上がサイズ2です。下はサイズ1を着用していて、はい、金額は38,500円。はい、はい、そうです。サイズ2です。あ、1です。はい、1、2。身長163センチです。はい。で、こんな感じです。やばいよ、これ本当に可愛い。で、ちなみに今回フルサイズで結構オーダーしてるんですよね。1から4まであるんですけど、サイズが、はい、1から4まで取ってるものもありますし、これとかこのシリーズは多分3までしか出てなかったかな。 1,2,3 でオーダーしております。なんでちょっと今までサイズ感が気になって買えなかったっていう方にも、ちょっと買っていただけるように、もうミッドウェストはちょっとフルサイズでオーダーしておりますので、皆様ぜひちょっと期待してた方、はい、もうちょっと残念で断念してた方も今回はね、挑戦していただきたいと思います。このトップスは見て、これスパンコールなんですよ。このゴールドの糸にここお花の部分をスパンコールでこう表現されてる、うん、でこのスパンコールを止める糸を赤にされてるんですよ。めっちゃくちゃ可愛い。すごいですね。だからこうちょっとキラキラっとね、はい、なんかこう光ってますよ。そうそうそう、いやらしくないぐらいのこのキラキラ感、めっちゃ可愛いよね。でこのスウェット自体もカジュアルになりすぎないように、ちょっとシルケット加工っていうのをしていて、光沢が出るように、すごい出てます、はい、しておりますね。光沢のおかげで近づけないですもん黒だしね、そうやね。でこのいつもの豆らしいこのね、ポワッとしたお袖、はい、にちょっと短めのクロップド丈っていうか、ちょっと短めの丈のトップスなんで、バランスよく着ていただけるかなと思います。ボトムス選ばない、それがいいですよね。でもそうそうそう、丈感で着てありますね、はい、でスカートの方はこういうマーメイド、これ下からここから広がるような、まあ、いつもの形ですね。そうそうそう、めっちゃ綺麗じゃない、めっちゃ可愛くない。はい、でもジャージーなんでまたちょっと違いますね。そう、楽ちんに着ていただけるし、ウエストもねこうゴムというかゆったり着ていただけるし、ポケット付き。じゃあ、次着替えていきたいと思います。はい、では2つ目着替えてきました。こんな感じです。クラシックなこのコットンドレスですね、はい、こちらは 36,300円でサイズ2を着用しております。163cmでサイズ2ですね。こんな感じです。本当にちょっとずつちょっとずつ進化させながら、進化っていうか、まあちょっとそのシーズンによって毎回形を若干変えながら、最近ずっと出されてるプレで、コットンのワンピースですね。で今回結構クラシックな形で、ここが V ネックになってます。こういうちょっと女性らしいカッティング、いつもてかここ数最近はずっとハイネックやってん、ハイネック、うん、ちょっと高さのある首元やった、はい、ここが隠れてて、ここ開いてんのは結構私初めてぐらいかもしれへん、ちょっと記憶があれですけど間違ってたらすいません。でもなんか僕は初めて見た ね、このタイプでこういうカジュアルなやつって珍しい気がしますね。で今回はこの赤のカラーが入ってて、すごい綺麗なカラーだじゃない。前回より丈長いかな、なんか前よりも前ちょっとカジュアル可愛い、こういうポコンとしたパフスリーブみたいな感じやったから結構可愛らしい感じだったんですけど、ちょっと今回綺麗めな感じなんで、結構幅広く年代も大人の方も着ていただけるんじゃないかなと思います。こちらはサイズ 1,2,3 でご用意してます。で私2が着てる。ピエールとの相性良くない？いいですね
ね、可愛いよね。この辺、はい、次じゃあ着替えたいと思います。行きましょうか、はい、では3つ目着てきました。こちら、お値段が 48,600円のニットワンピースですね。こちらは、はい、こちらサイズ2を着用しております。やばい、めっちゃ可愛い。めっちゃ形綺麗じゃない。綺麗ですね。ちょっとこういいウエスト高めで切り替えてるんですよ、はい、ここから切り替えてるんで、この足長効果みたいなのもすごいあるよね。そうですね、そこ切り替えなんです。ハイウエストで履いてるみたいなラインになってますね。でこのちょっと肩、ちょっとこの肩のラインもすごい可愛い。サイズ2ではちょっとぴったりですね、本当に。あ、1、2でオーダーしてます。これは1、2です。これでもぴったりでいいと思いました。これで2です。これぴったりで着るのが可愛いですね、はい、そうやね、はい、いやこの色も可愛いし、これはブラウンとブラックの2色ね。2色展開です。でこの編み地が 3つぐらいのね、編み地をねこう使われてるんですね。ここすごい、なんか立体的な編み地で、しかもコットンポリエステルっていう素材も、まあ、ちょっとこう扱いやすい素材になっていて、めっちゃ着やすいですね。てかこれ48,000円って5万しないって、6万ぐらいしそうやん。そうですね、すごい高みをしますし、ね、すごいなんか縄文って感じ。縄文感出てる、はい、そういうシーズンでしたね。縄文やもんね。なんかあの紋章みたいですもん、なんかああいうどっちか。確かにね、若干出てますね、はい、こちらに。バッグもちょっと持っとく。これ入ってきております。今回このね3種類とも、はい、入ってきておりますので。そうなんですよ、めっちゃ可愛いっすよこれ。やばいよね、はい、可愛すぎない？上品すぎない？お嬢様じゃない？お嬢様ですね。これほんと可愛い、すぐなくなるサコッシュタイプね。あ、これが、はい、8万ぐらいですかね、税込み8万5000円ぐらいで、はい、これは41,800円、41,800円サコッシュタイプ。まあこれも使いやすいよね、これぐらいのやつって、はい、まあなんかちょっと携帯とちょっと入れてちょっとお出かけに、まあサブバッグ的な感じでもいいもんね。もう一個なんか大きいカバー持ったりとかしてもいいし、ね、リュックね、まあいつもなんだかんだすぐなくなっちゃう。やばいでしょこれ。バッグ185,900円です。3日もならそうとあるかなっていうぐらい。ないと思いますよ、本当に。問い合わせもすごいですし ね。そうなんですよ、可愛すぎ、おしゃれすぎ、持ちたい。なんか豆日頃普段仕事でも使いたいけど、うんうんうん、あの服じゃちょっと難しいって方は、ね、カバンとかだったらいけるじゃないですか。カバンとかも全然ありですよね。だからそういう意味でこの公衆バッグ、これ容量もすごいですしね、いっぱい入れる。これはあの本当にカゴからインスピレーションされてるんで、あのなんかなんていうの、こういう入れていくカゴ、わかりました。キノコとか入れる、そう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 、ポッてこう入れれるようなね、結構たくさん入るんで、パソコンとかもナイロンですからね、なんかそう、こんな感じ、素材はナイロンっぽいね。そうですね、はい、じゃあ次これ羽織ってみようかな。めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛いっす。もうこの形、もうザ・豆、この立体的な、これ可愛いでしょ。これは47,000円、サイズ2を着用してます、はい、1、2でオーダーしてます。でやっぱり時代はあれですね、ショート丈ですね。うん、ショート丈が可愛いね、はい、もうこれにデニムとか履いてもさ可愛いしさ、早く冬着て。もう夏飽きたよね、なんか、ね、夏が飽きたっていうより夏服が飽きた。シンプルになりすぎますからね、うん、そうなんですよ、早く着たいですね。これでも本当にいいですね、なんかラインがちょっとスポーティーですね、やっぱり。そう、めっちゃコンパクトで、雨のカーディガン本当いつも人気ですぐなくなるから。いいです。じゃあ次着替えたいと思います。はい、では着替えてきました。こちらジャケットセットアップです。こちらジャケットのお値段が62,700円です。はい、パンツが46,200円です。なんと安すぎん。10万に見えます。これはやばいよね、はい、めっちゃ綺麗。これがサイズ2着てます。はい、下サイズ1、サイズ1、はい、サイズ1で長さとか163センチ で、 これぐらいです。私はぴったりですね、はい、ジャストです。ジャストです、いい溜まり具合です。ワンクッション、可愛い、綺麗すぎ。ここのカットとか見て、これはい、もうあの最高ですね。もう超仕事できそうじゃない。てかこれめっちゃ問い合わせ多いから、めちゃくちゃ問い合わせ多いから、そうなんですね、
マジでこれ、あ、サイズ1,2,3,4,4までお出しします。4まで、すごい、はい、そうなんです。下も確か1,2,3,4までお出してたはず。4まで、すごいですね、はい、このカットがね、やっぱ豆らしいこのラインになってますよね。はい、でちょっとこうウエスト若干くびれてて、ポケット付きの、まあ、ダブルのジャケットになっております。パンツはねハイウエストですよ、こんな感じ。これもポケット付き、まあ、これはいつもの定番の形かな。もうですね、はい、めっちゃ綺麗、かっこよすぎません？かっこよすぎますね。かっこよすぎる。素材はいつものプリアステートのやつですね。プリアステートですね、はい、この形実は前も出てて、結構なんか前買えなかったんですっていう人多分ねめっちゃ多いと思う。はい、そうなんですよ、今回だから復活して、ちなみに次は出ないのでこれは買っといてください。はい、じゃあこのシリーズのワンピースでラストですね、はい、着てみます。はい、ではラスト、こちらのさっきのセットアップのシリーズのワンピース着てきました。はい、サイズ 1,2,3,4 4まであります。はい、サイズ2着てます。はい、163cm です。こんな感じです。いいですね、かわいい、このボートネックね、ボートネック、はい、めっちゃ美しいラインになっております。はい、で、まあ、後ろこういうちょっとタックが入ってて立体的な、あ、ほんまや、そうなんです、感じになっております。そうですね、はい、でポケット、さすが抜け目ないですね。このポケットでさえもなんかエレガントに見えるもんね、この作りがさ、面白い形で立体的に出るんですね、やっぱり、うんうんうん、普通もっと平面ですもんね。そうそう、ただついてるだけみたいな。ハイウエストの切り替えになっているので、足ちょっと長くスタイルよく見えるし、そう、スリット入りでちょっとタイトめなスカートですけど、スリット入りなんで歩きやすい、足さばきがいいっていうんですかね。はい、はい、ワンピースになっております。もうこれは本当にフォーマルからタウンユース全部使っていただけるような、もうこれ1枚あればどこにでも行けるみたいな、そうです、ね、超便利ワンピースになっておりますね。このシリーズはぜひそういう、そうそうそう、このシリーズはね本当にもうそういう、あのいろんなシーンで使っていただけるあのタイプになっておりますので、この辺はきっとね黒帽子さんの素材とかもめちゃくちゃ気に入られてるシリーズですね。シワにもなりにくいし本当に扱いやすいんで、もうこちらはめちゃくちゃおすすめです。はい、はい、今回はぜひ 1,2,3,4 まであるものもたくさんあるので、はい、3時からオンラインストアで発売ですね。で、店頭ではもう発売しておりますので、ぜひ皆さん見にいらしてください。よろしくお願いします。お豆買うなら3つで、はい、お願いします。ぜひ、はい。